観光にも力を入れております。ここは神奈川県小田原市 JR 東海道線の小田原駅です。今回はこの小田原駅から武蔵野線の東所沢駅を目指したいと思います。通常でしたら湘南新宿ラインで新宿まで、そこから中央線で西国分寺と乗り継いでいくと思いますが、今回はこの小田原駅から大船駅まで特急踊り子号に乗りまして、そして大船駅からは土曜休日を中心に運転されますホリデー快速鎌倉号に乗り継いで、そのまままっすぐ東所沢に向かいます。今回はその2つの電車を合わせて武蔵野踊り子と呼びまして、東所沢駅までの旅をご紹介いたします。まず乗りますのは小田原駅16時47分発の特急踊り子16号です。この電車は14両編成で運転されます。修善寺からも来る電車となっておりますね。さあ入線してきました。 E257 系です。皆さん慣れましたでしょうか。私は慣れてしまいましたね。相鉄 JR 直通線はなかなか慣れませんでしたが、特急踊り子号の新型車両にはすぐに慣れてしまいました。さあ小田原駅を発車します。東所沢までの長い旅のスタートです。ゆっくり発車していくのが、これまた特急電車に乗っているということを実感させてくれますね。まずはこの踊り子号で大船駅を目指します。実は向かい側に停車しております後の発車、上野東京ライン小金井行きに乗ったとしても、大船から乗りますホリデー快速には間に合います。ただ大船駅での乗り換え時間が3分しかなく、もし遅れてしまったことも考えますとあまりおすすめはできません。ぜひこの特急踊り子号を使いましょう。小田原駅を出ますと大船駅までノンストップで向かいます。さあ今通過しておりますのが相模川ですね。高速で通過しており超快感です。教科書に載るレベルではないのですが、大きい川ですし神奈川県民には有名な川なのでしょうね。特急踊り子号の最高速度は185系の時代より上がりまして、現在は120キロ。伊豆と首都圏の移動をより速くしてくれています。御殿場線の車両も見えました。現在通過しておりますのが神津駅です。神津のような比較的大きい駅、またはポイントが多い駅を特急電車で通過していくのはとても気持ちがいいですね。神津駅を通過して奥の方に見えますあの海がまさに湘南海岸です。神奈川といえば湘南の海と言っても良いでしょう。去年はビーチが開設しないみたいなことも多かったようですが、今年は感染症対策を徹底してぜひオープンしてほしいなと思います。すごい奥の方にしか見えないのがちょっと残念ですね。海を見たい人はぜひ熱海へ。こちらは平塚駅を通過中です。ちゃんと前を走る普通電車を抜かしてくれています。やっぱり特急電車に乗るからには何かしら普通電車を抜かしてほしいですよね。そうした希望もちゃんと叶えてくれる特急踊り子号です。ダイヤに余裕がありますので平塚駅の通過はそこまで速度は出しませんでした。実は特急電車が本気を出すのは遅延している時のが多いということもあります。乗車していますこの特急踊り子16号は修善寺発と伊豆急下田発のどちらも繋いでいるだけではなく、湯河原と小田原といった一部踊り子号は通過してしまう駅にも全て停車します。だからこそ私が今紹介しております武蔵野踊り子をやるチャンスが増えるわけです。ちなみに下り列車については大船での接続があまり良くありませんでした。上りのみできる貴重な乗り継ぎです。電車は主要駅の藤沢駅を通過し、もう少しで大船駅です。そして鎌倉車両センターも見えてきました。今日も相変わらず成田エクスプレスが留置されていますね。いつか復活してフル活用できる時が来ることを祈ります。鎌倉車両センターが見えればあと少しで大船に到着します。はい、ということで大船駅に到着します。あっという間でしたね。とても楽しい時間が過ごせました。大船で乗り継ぎのため私たちは下車をします。さあ大船駅のホームに降り立ちました。到着後すぐに発車してしまうようですね。まあ在来線で大船と言いますと結構な大ターミナルですが、特急電車は一部も通過してしまうので、まあ納得の短時間停車です。ちなみになぜ大船なのかということですが、ちょうど大船と横浜を境に料金が上がってしまうからです。この後乗り換えますホリデー快速はどこまで乗っても同じ料金ですので、踊り子号は安く行ける大船で降りています。チケットレスで今なら460円です。改めて思いますが14両編成は長い。
大船駅では20分ぐらいの乗り継ぎ時間があるのですが、構内にはちゃんとアトレがありますので、軽食を取るなどして時間は十分潰せます。私はお金がなくぼーっとしておりました。では後半戦です。皆さん最後までよろしくお願いします。次に乗りますのがこちら17時29分発ホリデー快速鎌倉号の南越谷駅です。こちらで乗り換えなしで東所沢駅を目指します。さあ、ゆっくり入線してきました。黄色の E257 系500番台の5両編成ですね。踊り子号も E257 系ですから、257満喫旅みたいになっていますね。ということで、大船駅を発車します。もう乗り換えの必要なしでこのまま武蔵野線の東所沢駅まで向かいます。なお、ホリデー快速の経路などの詳細は、他の方がたくさん動画を作っていらっしゃると思いますので、この動画では紹介は簡潔にし、踊り子号と乗り継ぐメリットを中心にお話したいと思います。大船駅から東所沢駅までは1時間10分ぐらいかかります。結構な長旅で遠回りな感じもするかもしれませんが、この行き方が最短となっております。夏はちょうど夕暮れの時間帯に走りますので、だんだん空が暗くなっていくのを楽しめるのもこの快速の特徴です。料金はどこから乗ってどこで降りても530円です。こちらは座席の枕の部分なのですが、快速列車は白いカバーがついておりません。そんなに気にならないという方も多いと思いますが、それはそれで良いです。特急電車の車内販売もなくなってしまった今、E257 系のように、特急にもなるし、快速にもなる車両のサービス面での違いは、この枕カバーがあるかないかくらいなんですよね。もちろんスピード面などではいくらでも差がつくのですが、快速電車とのサービスの違いをもう少しつけてほしいなと思います。大船から横浜は東海道線の線路を走るのですが、ポイントのある戸塚駅付近以外は全く遅く走ることなく飛ばして走ってくれています。臨時快速というとゆっくり走るイメージもありますが、この電車は全くそんな様子を見せません。だいぶ建物も増えてきました。電車は間もなく横浜駅に到着します。奥には湘南新宿ラインが見えますね。電車は鶴見から武蔵野貨物線に入りました。ここから先はホリデー快速鎌倉号でしか乗れない区間となっております。さあ、ホリデー快速の鎌倉号の残念な点なのですが、やたらとトンネルが多いんですよね。だから景色は楽しめません。しかも貨物線のトンネルですので、特に携帯電波が通るように整備もされておりませんから、通信はできないということで注意しておきましょう。といっても YouTube プレミアムや Amazon プライム、Netflix などは今は何でもオフライン再生できますから、よっぽど退屈になるようなことは実際はないと思います。どうですかこの夕日。トンネルだらけではありますが、ところどころ見える景色は綺麗ですよ。時期によってはトンネルを開けたら真っ暗みたいなこともあるのではないかなと思います。さあ、いきなりなのですが、電車は間もなく西国分寺駅に到着します。西国分寺駅は中央線も通っておりますので、踊り子号で東京駅まで行って、そこから中央線、あるいは品川駅で山手線に乗り換えて新宿、そしてそこから中央線みたいな行き方が主流なのでしょうが、東京駅も新宿駅も乗り換えは大変ですし、東京駅から西国分寺駅まで先着するような中央線はほぼありません。ですからこの武蔵野踊り子号がとても活躍するわけですね。東京駅や新宿駅で乗り換えるくらいなら、大船駅でゆっくり乗り換えた方がはるかに便利です。ということで、電車は間もなく西国分寺駅に到着します。そして次が新秋津駅ですね。秋津の地域は武蔵野線か西武線になると思いますが、武蔵野線は先ほどの西国分寺駅と同じく乗り換えが大変で時間もかかります。そして西武線ですが、秋津駅は急行が止まりませんので早く行くことはできません。また踊り子号についても、品川でも東京でも池袋が真反対に位置しておりますので遠いんですよね。山手線に乗るのも大変ですし、池袋でも乗り換えが大変だから、やっぱり武蔵野踊り子号が活躍するわけです。ちなみに飛ばした新小平の方は西国分寺駅で同じホームで、後から来る武蔵野線の各駅停車を待つのが賢明だと思います。10分も待たずに来ますのでご安心ください。そんなわけで、電車は間もなく新秋津駅に到着します。さあ、次の駅が私が降ります東所沢です。
こちらが一番武蔵野踊り子が活躍する駅ですね。武蔵野線のみが乗り入れる駅ですから、一番乗る価値がある駅です。面倒な乗り換えなし、しかも一番早い行き方となっております。東所沢から先の駅についてもお話しします。まず武蔵浦和については、埼京線が乗り入れる駅ではありますが、やっぱり東京そして赤羽での乗り換えが大変ですので、この武蔵野踊り子が活用できます。そして南浦和については、東京で1回京浜東北線に乗れれば着きますから、武蔵野踊り子の方が若干遠回りになるかもしれませんね。ストレートに行く方がいいかもしれないです。そして終点の南越谷は、東京駅と南浦和駅で乗り換えを2回必要としますので、武蔵野踊り子の出番となるかもしれません。以上ご紹介した通り、途中の停車駅各駅で便利な武蔵野踊り子です。そんなわけで、まもなく電車は東所沢に到着します。では見送りつつ復習です。今回は武蔵野踊り子と呼びまして、特急踊り子号とホリデー快速鎌倉の乗り継ぎを紹介しました。武蔵野線ユーザーの方には超便利な乗り継ぎですので、ぜひ活用してみてください。ご視聴ありがとうございました。